んばんは、4月27日木曜日午後10時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか、はい。今週も生放送でお送りいたします。キサさん中アワーをお送りしますのは私、キサさん中と柴田七海翔、そしてガンジナが決まりました。カスって呼んでください。鈴木かすみです。よろしくお願いします。大事なとこ間違えちゃった。なんか、ゲンジナです。あ、ゲンジナ、ゲンジナ、ガンジナってなんですか。やばいですね、間違えた。ゲンジナ、カスで。ゲンジナはカスっていう。私、カスって小学校2年生の時から呼ばれてるんで。どういうことですか、それ。人に対して言うことじゃないでしょう。失礼です。あの、私、バレーボールを小学校2年生からやり始めたんですけど。また半端なタイミングで始めたんだね。なんで、その時に、あの、監督に、カスミって呼んでたら、その間にボールが落ちるから、じゃあカスでってなって、カスになっちゃったんです。それ先生今だったら叩かれるべきだよね。カスって言われてたんだ。聞いて黙ってないですもん。そうだよね。読んでください。カス。カスヤキツイです。やめたい、やめよう。違う違う、それ悪口だって。ボケナス。いや、悪口悪口。ボケナスはもうちょっとあのニュアンス変わってるから。飛躍しちゃった。ダメだよそれ。そのカスベースで広げたらダメだよ。かすみちゃんのカスなんですからね。さっきもかすみさんって言ってたので、何でもどうぞ。なんかね、ちゃん呼びとかできないらしいですから、この人は。ちょっとアグネスちゃんだけど、女でちゃん呼べんの。そうですよ。だからもうそこはもうしょうがないです。なんかね、ゲンジナで、ゲンジナで、ガンジナで。でも柔らかく言ってください。柔らかく言ってください。そうだよね、カス。それちょっときついです。柔らかく言う。じゃあ柔らかく言ってみて、カスって。カス。いいよ。どんな感情だよそれ。あ、でもあの歌見ましたよ。あ、なんか YouTube? どれ見たんですかね。どれかによってはちょっとやばいんですけど。たくさんあったね。そうです。のどれを YouTube で。どれをちょっと見たのかななんて。いや、どれ見たっていうか、なんだろう。あの、声出てたね。いや、出るやろ、そら。いや。言うたら、そのいわゆるアイドル界では、歌うまいことでこう、うん、名を馳せてる人ですから。うんうん。でもあれ全部ライブだね。いや、それはライブでしょうよ。TV ってことですか。ライブの歌ばっかだよね。ライブ会場ばっか歌って。あ、うん、はい。あ、だからなんか、結構あんま何言ってるかよくわかんない。なんだよ、それ。ライブって。ね、そんなもんですか。なんかちゃんと歌詞が聞こえない。あー、なるほど。あ、それは、そう、録音の状態とかもあるからな。まあ、そうですね。なんかほら、ファンの方が撮ってるようなのとかじゃないの、あれ。いや、あれはちゃんとプロデューサーが撮ってます。あ、そうなの、はい、あ、そうなの。いやいやいや、ちょっとやめとけ。機材が。いやもうおるやないか、目の前に。いや、それはもうしょうがないよ。だって録音機材で撮ってるわけじゃないから。そうですね。だからもう今だったらそれこそ iPhone とかでも撮れちゃったりするわけだ、はいはい、そういうニュアンスでしょう、はい、動画やからね、はい、俺もだからそんなでもあの全部何個か見たけども、うん、全部共通してんのがあの全部スカート履いてたね、うん。お前そこ注目すんの。スカート入ってた、うん、だからなんやねんってなるで。なんか、うん、なんか歌を聴かすというよりかはなんかこう通気性を重視してる。いや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 、お前なかなか少数派やで、そこ行くの。です、ね、うん、まず歌耳に入るで、それは。私なんかも初めて会った時からもう歌うまいねいう話をしてましたから。2人やったんやけどな、わけあって1人なってんねん。そこちょっと俺も共通点あるから、シンパシー感じてるよ。それはですよ。どうあれ、ふなかかどうかまでは突き詰めてないよ。俺はふなかだけど、かすみちゃんとこふなかかどうかは分かんないです。それはそうそう、ふなかってのはないよ。基本的には方向性の違いだよ、みんな。俺はそう思ってるよ。かっこつけて言うけど、ただもうちはふなかだよ。あ、そう、ね、ダブルクロンふなかでしたけども、かすみちゃん多分方向性の違いだと思ってますけどね、うん。まあでも、はい、あ、ほらアイドルね、これステージさ、うん、まあバラード歌ってるでしょ。バラード多いんですね、はい、うん、でもさ、こう、まあ、バラードでもいいけどさ、スカート履いててもいいけど、うん、あのほら激しく歌ってさ、アイドルとか歌うじゃんか、うんうん、歌ってさ、その履けた後そのステージをさ、うん、こうコロコロでさ、カーってやるとさ、うん、あの縮れ毛が何本も引っかかるって、あれ本当？何本も引っかかる。何それ、本当？聞いた聞いた。それなんかネットで出てたの。なんかで聞いたけど。縮れ毛ってどこですか。いや、どこって言わすの。まあ、だいたい想定できる。いやいや、そんなとこだけお前珍しくパス踏んだ。どこの情報ですか、それは。体の部位の中でも縮れてる部分つったらやっぱそこしかないでしょ。いやちょっと人間における弱い部分だよ、それは。いやー、それちょ、どこ情報ですか、それ。ねえ、なんかそんな情報見たことない。それはないです。あ、そう、はい、コロコロもしないです。
あ、そう、掃除しないの、はい、スタッフが。スタッフしないでしないで。いや、そんなんだってバレーボールでスライディングした後やないんやからさ、いちいちライブの後そんなんせえへん。いや、でもコロコロでその紙一枚ほら出品したりして、あ、メルカリで、メルカリ、メルカリ買えへんやろ。いや、分からんけどな、意外とな。え、なになに。いや、でも体育、あの、私小学校から、まあ、バレーボールやってたんですけど、うん、体育館は落ちてます。あ、そう。落ちてます。でも不特定多数にも程があるわな。はい、落ちてました。それで縮れてんな思ってたんや。思ってました。やっぱ小学校の時なんで、そういうのにすごい興味がある時期じゃないですか。そういうのってどういうのって聞きたくなっちゃう。やめてください、そこら辺は。でも自分でボケそうってんの。イエーイじゃねえよ。驚愕、驚愕。え、教学、教学もちろんもちろんもちろん、はいはい、で小学校やからな、基本教学やと思うけど。そうなんですよ。それで、あ、小学校で落ちてる。落ちてました。でもそんなん別に進んだ子だね。生徒か否かも分からんからな、そんなもん言うたら。あ、教頭先生かもしれない。いや、ありえるで、それは。うん、場合によっちゃうな。もう話がどんどん本筋が見えない方向に行ってますからね。まあちょっと戻したいと思いますけども、まあじゃあメールテーマの方も決めつつ、メールアドレスをじゃあ紹介しておきましょうか。私が言っとこうか。千住アットマークシーウェブドットジェーピーです。千住アットマークシーウェブドットジェーピー、どしどしメールお寄せください。ではメールテーマを一発塩田君決めてください。あの、じゃあ、こんなマイクの持ち方は嫌だ。何それ何、かすみちゃん見てなんか思ったの、マイクの持ち方。いや、まああれは普通に持ってたね、はい、もうちょっとなんかいろいろ持ち方あるでしょ。だってグレイのテルさんみたいになんかこうやってなんか持つ人も、あれはやだね。うん、こうなんか、まあこうこう持っているのかわからないけど、なんかこうこういうこう、こう歌う人もある、吉川浩二みたいに。嫌だ、そんな嫌だよね。うん、あ、そうだ、性格出るんだってね。ナルシストはそうやって持つとかさ。あと女の子やとこう、こうやって歌う子もね。え、両手ですか。なんかこう握ってみたいな、覚えへん。カラオケやね、もちろん。カラオケ、プロでこんな歌い方する人おれへんけど。でもやっぱこの間歌番組見て、あの、だから前川清志見てて思ったけど、やっぱりきちんと持ってるなって、ね、垂直、垂直だよね。このポジション前川さんだけよ。うん、ここで微動だにせんやつな。うんうんうん、神戸のやつ。そう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 。確かにな、もう見えないマイクスタンドついてんじゃないかな。自分ついてるくらいのぴったり持ってるよね。両面にゃーなるんちゃうと思うわな、これな。ほんとほんと、いや、あれは独自のポジションやで、ね。でもマイクの持ち方ってあるもんやんな、音の拾える。あ、俺とか、そうですね。あ、き、言って言って、うん、あ、大丈夫ですか。うん、いや、実際マイクにもよるんですけど、まあまあそうね、こういうこうだったらこうがいいじゃないですか。はいはいはい、やっぱこうなっちゃうとちょっと入りが弱くなるから、うんうん、とは言われます。なんでこうなるように持つっていう。俺喋るときは絶対この下にこのいわゆる風防っていうか、こういう感じをつけて喋りなって。誰かタモリさんみたいなね。あ、タモさんもそうか。だから同じ人に教わったガッツル持たないんだよ、こうなんか、うん、っと初めて持つ人みたいな。初めて俺今持ち方別に何も言ってないんだけど、そのふわふわがここにっていうのをなんかね聞いたことがあるんだけど。あ、そうなんだ。意外とね、もう誰が使ってるかわからんマイクやけど、必ずここに俺つけて喋る癖があるんですよ。うん、多分見たらどの YouTube もなんかイベントごとのやつやったら全部ここについてると思うんですか。じゃあここだけ顕微鏡で見たらものすごい汚い。マイクがうわーなってっかもしれん、ほんまに。基準されてみる。いや、いいよ。何で触るの。触んのかい。いやいや、今日マイク持ってないから大丈夫だよ。そうそう何今のツッコミ、触んのかい。触んの。いや、触りたいなと。あんま男に触れてないのか最近。え、何を言ってるんですか、やめてください。お前何かと下に持っていこうはいはい、おい、そうですよね。やめてください、うん、そうでもないよ。まあまあいつもだけどね、下でもまだ。まあいや、この人の下ネタはね、公然わいせつだみたいな内容ですからね、大体ね。まあまあそこそこでね、はい、そう、だから、いや、まだから韓流とか変な持ち方してるよ、こんなさ、フルート持ちみたいな、こんなん持ってさ、はい、だったり、あとこれ逆手持ちいるよね、たまにこうやって。え、どういうこと。こうですか。こう持って歌ってるよ。おるいるいる。おい、ウエハース食う時だよ、こんなの。いや、まあ、こんな持ち方さ。トーストとかな。うんうんうん。俺だからカラオケ昔よく行ってた時にマイマイク持ってくるやついてた。そうだ。え、うん、でもマイクって言っても普通のマイクじゃないんだよ。どのマイク。あのコールセンターのみたいなマイク持ってくる。あ、ヘッドセットなんですよ。すごい。それむしろ音的にはマイナスじゃん。あんまり音良くない。いいのいいの。だからヘッドセットで。だからお前それあのなんだ、あの今からオペレーター増員中のやつじゃねえかよ。お前それ言うとどんだけシグハグしてんねん。CCB の人のやつやろ。そうそうそう、だからそう、だから要はね、あの電木をいじりながらでも歌うんだそいつは。電木って何。電木だからほらカラオケで一回入れながらでも歌えるからって持ってくる。よっぽど好きなんだ。そんなでも寸か惜しんで入れるもんちゃうやん、あんな
何リモコンとかってさ、うん、それ別にヘッドセットじゃなくてマイク歌ってない時に入れたらええんじゃん、うんうんうん、違うんだよ、分かってないね、いや分かりたくもないけど2人で歌う時はもう頻繁に入れなきゃいけない、そういうこと、もうあくまで2人想定でっていうことなんだ、そう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 、なるほど ね、 まあまあということで、うん、こんなマイクの持ち方嫌だっていう、ね、うん、大体言ったね、うん、大体言ったんで特にメールを送らなくていいですわですけど、はい、ぜひぜひ送ってください、まあ、この流れでいただいてるメールも紹介しておきましょう、まさみさんです、いつもありがとうございます、はい、今日は将棋の話題から14歳の天才棋士藤井聡太四段がアベマ TV の企画で羽生善治三冠に勝利しましたね、昨年12月のデビュー戦で、加藤一二三九段に勝った時は失礼ながら最近の加藤九段は衰えが目立つので特に驚きませんでしたが、うん、これが羽生さんとなるともう実力は最高レベルなのでしょう、もうだって羽生さんがもうとんでもないやつが出てきたみたいな感じで、うんうんうん、もうだって負けることを知らないぐらいの人じゃないですか、この羽生善治さんって分かんないですよね、うん、だから僕同い年なんですけど、はい、あの本当に藤井六ベビーブーム、そう、ね、第二次、ね、第二次ベビーブームね、この人が本当に最年少記録っていうのをどんどんこう、うん、あの自立していったすごい天才棋士と言われてた人なんです、うん、あれ相手の方誰でしたっけ、あれアイドルの人ですよね、畑田理恵さんですよね、そうですよね、うん、そうそうそう、それぐらいだって将棋打つ方でアイドルの人と結婚するって相当レアじゃないですか、はい、まあ、それぐらい人気のある人で実力もものすごい評価されてる人が完敗やった、ものすごい頭なんか悩みながらずっとやってたね、ずっと悩んだ、珍しく、何だろう、うん、いやもうすごい、なんかもう結構だから想定外の攻め方なんですって、将棋、将棋とか分かる、いやない、分かんないです、だろうね、でも王将ってのは分かります、王将分かる、分かります、一番でかい、これ餃子持ち手やけど大丈夫王将違うよ、いい将棋ね、将棋、将棋ね、今投げ落としてますけど、巣が8でそういう2 王将ね、そう王将ね、うん、そうそうそう、配分ね、うん、ラー油も1、ラー油 もね、じゃあ11になっちゃうから721ね、そういうことね、はいはい、721ね、そうそうそう、でも将棋で、将棋でもあなた好きなんでしょ、あれ、うん、好き好き、うん、俺だからあれよくアーケードでさマス目ある通りあるでしょ、四角、はいはい、俺あそこでよく桂馬の動きで歩いてたお前暇やな、これで行きたくもない薬局が入ってっちゃう桂馬でちょっと癖ある動きやから、そうそうそう、癖あるからね、たまに左にも行かないといけない、そりゃそうやで、うん、風ぐらいで行っとったらええんちゃ う、 そ、 う、 そ、 う、 そ、 うそれはな、そうだ、ね、めっちゃ面白い、まあね、はい、続いていきましょう、デニコさんです、はい、いつもありがとうございま す、 います、塩田君帯状疱疹は治りましたか、うん、先週なんかえらい病気になってたんですよ、そうな、体中湿疹ができてっていうね、体中じゃない、ああそうか、うん、あのあれチンポコの周辺チンポコの周辺 V ゾーン、びっくりするね、もうええやろ、はい、チンポコは大丈夫でしょ、多分俺フジテレビでも全然チンポコって言う全然言いますよそれは、うん、だからそう、股間の上にね、うん、なんかできたんだよね、できて、うん、痛い、いやもう先週の目標が一番ピークだったんですよ、ああ本当に、うん、俺もあの時本当薬でもボーっとしてて、先週はもう俺ちょっと本当に心ここにあらずなかったね、あそう、痛くて落ち着いた、やっとですよ、へ、うん、やっと治って、まあまあということで、とりあえずちょっと良くなってきたそうですけども、さてデニコさんは歯医者にずっと通っていると、で曜日が変わったら先生も変わった、若い先生マスクしてるから目しか見えないけど綺麗な目をしてる先生、それに優しい、はいお水が出ますよとか風邪が出ますよとか通う楽しみが増えた、うん、娘に言ったらマスク取ったらすっげえ顎がしゃくれてるかもよ、だって夢を壊さないでっていう、まあマスク取るとまたね違ったりするからね、話変わって、あの今村元復興大臣、あの人バカじゃないの、言っていいことと悪いことぐらい分かんないのかしら、キャラクターのネクタイなね、あれあんな謝罪のところでなんかすっげえキャラクターのネクタイしてたんですよね、なんかずっとあのネクタイ、でも付け替えやって、うんうん、秘書のやつ借りるや思うけどな、だいたい復興大臣がコロコロ変わってたら復興も何もありゃしない、被災地の方たちがかわいそう、私たちも当事者にならなきゃ苦しみや悲しみはわからない、あの人が言いたいこともわかるけど言い方があるでしょうにと、昔の人はいいこと言った、バカとハサミは使いようと、東大出ててもバカだわということで、
ですね。まあ後でまた改めて言いますけども、うん、救いがないねこの人はね、うん、前のだって、うん、撤回しなさい出てきなさいの時も大概でしたけど、うん、勉強のできるバカって多いね、東大多いよ。まあまあまあ全ての方がではないですけどね、うんうん、いや多いよ、もうすぐスケベな女し抱いたことある。紹介せえやそれ、東大の女。ええー、まあスケベやったも東大もそんな京大も関係あれへんがな、紹介せえやそんなもんは、うん、でもだから本当赤もくぐったんだよ俺は。青やはい、なるほど、俺しか喜んでない若いの俺しか喜んでない、はい、ありがとうございます。プリンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、先々週 CBC ラジオ聞きましたよって、うん、はい、CBC じゃないんですねこれね、 SBS ラジオでございます。っていう、ね、静岡のラジオ局ですね、はい、はいはい、ということで今週から少し風邪をひいて参ってます。これプリンさんの話ですね、うん、今週気になるニュースやはり今村復興大臣ということで、ね、エヴァンゲリオンのネクタイしてたんだね。うーん、すごいね、好きだったの、アニメ好きなんっていうことなんだろうね。だって普通あんまエヴァンゲリオンのネクタイなんかしないもんね、得てして買わないでしょ。どこで売ってんのアニメート。いや売ってんじゃん、今とかアニメートに行ったんだ。 SBS ラジオはどんな感じだったんですか。SBC? SBS です。はい、あ、なんかあのゲストで出させていただいて行きました、うん、で15分番組だったよね。だからなんかすごいちょっと本当に話して調子が上がってきたと思ったら終わっちゃった。終わっちゃうんだよね、15分なんて本当あっという間だよね。今で16分だからね。あ、そうだよね、そうなんだ、一回チンポコって言っただけだもんな。いやいやいや、それ以外もいっぱい喋っとるわ俺。3ポコくらい言いたいよね。いやここまでの16分の間でな、うん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 、それ何、内容的にはアイドルの女の子の番組にゲストで招かれたって感じ。そうですね、普段はアイドルやってて、でもバイオリニストの方なので、うん、そのやっぱこう音楽の知識というものがすごい方 で一緒にコンサートとかやったりしてるんですね。わ、すごいいいじゃない。そうなんです、それでその方にのゲストで出させてもらったのでっていう感じです。バイオリニスト、バイオリン弾きながら歌うの。そうなんです、アイドルさんで、あのアイドルオーケストラリーズさんって言うんですけど、そんな人おんねや。いるんです、あのはもうバイオリンとフルートがいます。フルートなんて歌われへんかな。あ、でもなんど、フルートこう取って歌ったりするんですかね。あ、見たことはないの。あ、あります。へ、でもなんか、はい、なんかバイオリンはこう歌歌うってなんか口塞ぐの生命線やもんね。そうですね、でも歌う方3人いるので。ああ、なんかグループか。別にグループなんです、5人いて。浅草でな、僕の先輩格で青空楽しい師匠っておんねん、はい、うん、ハーモニカ漫談やねん。漫談やのにハーモニカ選びはったんや、うん、普通選ばへんやろって思ったんですけど、うん、でどんな感じか言ったら、もう80ぐらいのおじいちゃんなんですけど、うん、昔って戦争がいろいろあって結構大変でしたみたいなんで、お客さんもそういうの共感持つから、ああ本当やね、それでは聞いていただきましょう、青い山脈つって、青い山脈をハーモニカで吹くんですよ。で青い山脈聞いていただきました。まあでも最近政治の方もいろいろとつって、また最近のちょっとハーモニカの曲弾いて、もう結局普通のハーモニカ奏者やねん。気づいたらお客さんの8割寝てるっていう。いいじゃないですか、そのために行くんだね。そうやね、だから俺もだから楽屋におったらハーモニカ聞こえてくるんですよ、笑い声聞こえてこへんねんけど、だんだん俺も眠なってくるんですよ。で楽し師匠の後出たら大体滑るんですよ、うんうん、眠いから俺、うん、っていう人がおんねんけど、やっぱ口は塞わん方がええと思うけど な。まあでもグループやから、グループです、そうです、そうです、そうです、そっかそっか、面白いアイドルさんいっぱいおるな。いっぱいいます、うん、器用だね。この間もなんかマジックしながら踊る、うん、あ、それ私も一緒に出てたかな。あ、そうそうそう、はい、そうだよ、うん、そうだよ、ね、マジックやってましたか。うん、まあ、ちょいとあ言ってましたか、なんかリハで見てたんですけど、うん、皆さんご覧になってる方いますよね。いると思います。だあれ僕ちょっと興味あったんで、はいはいはい、ちょっと見たんですけど、はい、なんかマジック決めんねん、はい、でおーっと思ったら急にまたグワーって踊り出して歌い出すもんやから、うん、拍手するタイミングがないっていう、うん、普通なんかマジックちゃっちゃらーっつってちょっとリアクションもらってから次っていくんやけど、バチン決めた後にで私はってまた歌い出すから、なんかモヤモヤがない。あ、そうなんだ、うん、どっちかにしてっていう。ああ。
演芸場行ったらええのにって思いました。受けそうですよ。なんかマジックはまあまあでもできてましたよね。すごい、うん、あのまあ俺そんな上からもの言える立場でもないですけどね。まあまあ話それましたけどね。ありがとうございます。続いてでございます。まるまるさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして。先週はみのりの舞台に行く傍ら、川崎純情小町伊藤みのりと共演した中村彩さんの、ラストワンマンライブに行ってきました。中村彩さんっていうみんな知ってるんですね。有名、もちろんもちろん有名な方なんです、ね、一緒にやってるアイドルさんです。そうなんでしたか、すいません。彩さんとファン共演者との絆が感じられた素敵な感動的なライブでした。そんな彩さんとつながりのある鈴木さんが木曽さんチワワにご出演されるなんて素敵なご縁ですね。よろしくお願いします。誰だろう、ということですね。はい、まるまるさんその伊藤みのりって子が元川崎純情小町ってグループにいた子なんです、はい、あ、伊藤さんが送ってきてくださった伊藤さんのファンの人。あ、ファンの方。へ、そうなんですよ。で毎回1回だけここにヘルプで来てもらったことがあるんですけど、昔僕番組一緒にやってたんでこのことで、なんか毎回その次女の子入るとしたらやっぱり、伊藤みのりがいいんじゃないですかっていうのを一人でひたすら送り続けてくれてると思います。すいません、いつも期待に応えられず、はい、鈴木かすみに出しました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、デニコさん、こんなマイクの持ち方嫌だ、小指を立てて横に持ち、マイクに唇をつける。小指を立てて横に持ち、横にこう、あ、こう、こうね、こうこう横に持ち、マイクに唇をつける、こうか、ね、あー嫌ですね。うん、確かに寄ってる感がすごいですね、うん、自分で。そうだね。そんな方いるんですかね、こんなやって歌ってる人。でもおるよね、多分氷室さんとかそういう系じゃん。あれは小指下なんです。あ、そうか、この人氷室好きやからこだわるやん。おー、こう、あー、なるほど。いや、それもどうな、なんでこれ下入れんの、それ。でもなんかこれは分かんない、アイドルさんでいるんですけど固定してるんじゃないかなと思います。ほんと、なんかマイクをなんか、そんなわけない、あ、なんですかね、固定するんだったらなんか前川清持ちの方いい。こうね、こうめーなるほどね。まあまあ、ということでお便り引き続きお待ち申し上げております。はい、はい、ということで、かずみちゃんはどうですか、ここ2週間ご無沙汰ですけど。そうですね、あのその2週間前に出させてもらった時に、まあ、やっぱり YouTube を見てちょっと勉強しようかなと思って、そんな真面目な一面あった、ありました、一応真面目なんですよね。でもかすみちゃんはもう、あの、まあ、僕も知って、え、1年2年ぐらいですか。そうですね、はい、ね、ですけども真面目ですよ。な、大卒、大卒、いえ、高卒です。あ、そうだ、うん、そんな真面目じゃないじゃん。いや、それ何その変な偏見。高卒じゃん。高卒ですよ。な、高卒真面目だったら大卒でしょ。いや、でもお前さっき東大バリバリ批判してたね。そうですよね、言ってること矛盾しまくっとるぞ。いや、まあまあ、それはまあね、卒業はまあええとして、はい、で、あ、そうなんですね、見て、あの、ほくろの話になったじゃないですか。あ、はいはいはい、はい、カメラさんが私のことアップでほくろを取ってくれたんですよ。あ、はい、なんですけど、私それに気づかず、あの、ここばっか映ってて全くほくろのあれもないっていう、ね、で、こっちからもちょっと撮ってくれたんですけど全くほくろが映ってないから今日は。YouTube のやつってタイムラグなく残ってるんですよね。もうタイムラグないですもんね、完全に載ってて。あ、それがちょっとしくったなって、こういうのがこういう世界なんだなと思いました。あ、こういうのがこういう世界に。漠然としてるな。いや、なんかあるじゃないですか、なんかこう、例えばこの商品を紹介しますとか言って、ただカメラにもちゃんと向けるみたいな。あ、なるほどね、なるほど、こういうことかと思って、ちょっとこういう、ちょっとそれを勉強したんですか。そうなんです。ここでそんなこと学ばなくていいですよ、別に。いや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 、こうテレビの世界であんなカメラの世界ないですからね、本当に。うん、だってホームカメラみたいな、ホームビデオカメラみたいな感じじゃない。雑居ビルだぞ、ここ。単なる、うん、うん、トイレ詰まってる時下水の香りしてくるんだよ、たまに。たまに、うん、前から言おう思ってたけど、面白い笑い方する時あるよね、もうあの、なんか長谷川真知子さんが描きそうな笑い方。なんかあれですね、なんかちょっと笑いづらくなっちゃいますね。そんなことないですよ、もう自由にやってください。いや、家族一の変な笑い方なんです。ああ、そうなんだ、そんなちっちゃい世界で1位決めた。家族1位って、そこそこ多分東京でもまあまあのランクいくんちゃうかいうぐらい素敵な笑い方で。ありがとうございます。いや、友達にもよく笑い方、お前の笑い方を聞くと私も笑っちゃうとか言われるので、相当変なんだなって思ってます。でも人を不快にする笑い方ではないやんか。人を不快にする笑い方があるんですか。いや、あるでしょ、なんか、笑った後カッて豚バラする人がおるやんよ。
それ誰？いやおる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 。詰まっちゃってたんじゃないですか鼻が。うん、いやなんかね、あの口の中がちょっとこう落ち着かん人でなんかチャクチャクチャクチャしながら笑う人もおるしな。入れ歯なんかな。ああそれは。まあまあまあ。入れ歯あはそうアハ波越しね。懐かしい。笑うと入れ歯落ちるんですよ。それダウンタウンさんでやってた昔な。まあまあまあということでね、でもまあ、うん、いいと思いますけどね。で勉強しはったんですね、それで、はい、テレビ的なやつを。テレビ的なやつ。そうですね、あ、カメラの位置ね。まあね、でもそんなに寄れないしね、これはね。結構寄ってくださってて、もうすごい頑張って私のほくろを映そうとずっと喋ってるのに私のここばっか映ってたんですね。うん、あそう。なのに私は一切向かずこっちでずっと喋って、ここばっか。いやいいですよそんな。モニターがあれば分かる。そうやね、そうやね。ないもん、なるほど。そんなもん。うん、止まってるから、ね、そんなもんって言ったら、うん、でもものすごい映り良くなったんですよね。ああ、まあでもね、うん、いや本当にあの精度も上がってますし ね前どんだけレンズ汚れてたんだって話。いや、ほんまや、多分な、うん、綺麗になった、うん、多分赤子が直で触った後みたいな感じでやったやな多分な。でもすごいですよ、だってこの番組は言うても私の冠番組なんですけど、はい、うん、そのピンのカメラがもう霞カメラになってますからね。これはそうっすよね。あら、なんかすみません、はい、なんでですか。だからもうディレクターの好みでしかないでしょこれは。あら、あら、インターネット上で基礎を出すか霞を出すかって言ったら霞やろっていう判断ってことでしょ。先日はただこれさっきパカンって、はいはい、あのガンジナって言った瞬間、うん、パカって言ってこれ外れたんですよ、ね、壊れたんですか。ああそうなの、なんかあれが角度がね今天井を取ってる感じなんだ、ね、うんうん、あららら、うん、いやもうこれ映ってるんですか私。映ってる。あららら、うん、いや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 、今本番中に確認することじゃない。まあね、うん、まあでもちょっとずつ楽しくやりましょうよ、はい、ね、よろしくお願いします、はい、っていう感じなんですね。まあでもあれですか、なんかこうしようっていうのはなんかそういうのちょっと気づいたりとかって。そうですね、ちょっとこっち向こうと思って。ああね、意外とこう喋るとこうなっちゃうけどね。そうです、私ずっとこっち見ちゃうのね。いやそうなんですよ、でもいいことですよ、人と喋るときは目を見て喋りなさいって言われるわけですからね、うんうん、からテレビ的に言うとちょっとこう見たりとかせなあかんのかもしれない、ね、どこ見ていいかわかんないね。仕事はどうですか1週間今週ですか、うん、あのやっぱあのエビフライの尻尾残すやつは仲良くできないですね。何かあったの、うん、そんなこと。この間ね、あのほらちょっと合コンみたいなやってね、うん、そんな一個でね、うん、すごいでしょ、うん、いやすごかないけど別に男と女だよ。いや合コンやかそうやろ。男と男やったら会合やですよ。あそうか、うん、いやでも何もなかったですよ。いや別にそこまで興味ないけど、なかったやろな思って聞いて。俺は何もないから、もう俺 ED だから。知らん、 ED って何の略かしてんの。うん、なんかおお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 おあのえらいでかい。いやむしろ逆やないかお前。まあええわ進めよ、俺だけが楽しんでんの。まあええわ、うん、夢がね、うん、で夢と冷蔵庫は大きい方がいいね。まあいいからそんなもん、うん、それでね、じゃあそこで食ね、居酒屋で飯食っててさ、うん、そしたらさ、いつもよく飲む男友達なんだけど、エビフライの尻尾残してたんだよ。ほらこいつそんなやつだったっけと思って、終わってからね、うん、反省会みたいなのして、そういやお前エビフライの尻尾あれ残してたなっつって、あれ何なのっつったら、うん、いやちょっと女の子の前だからカッコつけたんだよ。なんやそれ、ふざけんじゃねえよって、お前バカじゃねえのって、お前そんなんだからダメなんだよっつって。いやいやそんなことねえ。何カッコつけてエビフライの尻尾残すってどういうことだよっつって、バカじゃない、いやカッコいいそんなん。っていうか、そのカッコつけるということで思い浮かんだのがエビの尻尾、エビの尻尾残すっていう発想がもう持てないよね。でしょ、うん、だからそれバカなんで、だから 俺なんかバンバン食うよって。いやそれでモテるとも思えへんけどな。いやバンバン食った方がいいだろ、エビフライの尻尾。尻尾はいらないです。これでさ、食だってさ、食べる、しかも食べないです。食べないな、はい、食えよ。いらないです。タルタルソース多めにつけて食ったらいいよ。硬いですもん、痛いですし。歯あんだろう、まだそれ何乳歯。いや違うわ、永久歯早そろってる。身長どんだけ伸びんねんこっから。でかだってエビぐらいの尻尾さ、こうさ、いやその辺食ってさ、うん、音だけ聞いてたらさ、その食ってんの見ないで音だけ聞いたら、あの、うん、とんがりコーン食べてる音と変わんないよ。そうなんかな。でその音を聞いてさ、何も知らずにさ、うん、女の子がさ、私にも一個ちょうだいって言ってくるかもわかんない。いや、お前の妄想ものすごいポジティブやな。そうだって、もうその音だけ聞いてさ、私にも一個ちょうだいって聞いてくんだよ、ウブな少女は。え、何エビフライの尻尾って
そんな食べないもんなんですか世の中で。俺も食べるんですよ。あ、なんでですか。そんな感じですか。食べる方どれぐらいいらっしゃいます。なんで。結構多いですよ。あ、ありがとうございます。ただすいません、この空間で平均値取ることに僕誤りを感じましたけど、多分世の中の平均ではないような気がしますけど、私も含めて、はい、そうなんですか。いやでも美味しいっすよね。いや今テレビ的には見えてなかったと思いますけど、はい、まあそうな7割ぐらいの方が上げてらっしゃったって感じです。まあ、男性 100% ですよね、客席側は、ね。うん、いやエビフライの尻尾で入って手上げたの初めて見たけどね、まあ、エビフライですって言って。まあそうね、今後もないよね。そんな、うん、そんな手の上げ方ないもん、ね、ないよね、うん、質問がね。だそう聞いてくるんだよ。ウブな少女は聞いてくると思う。聞いてくるよ、ね、聞いてくるから、うん、逆になんで食べるのって言います。私は小学校の時、また小学校の話なんですけど、うん、あのお父さん、あの合宿とか行くとお父さんたちが食べてるんですよ、エビの尻尾を。なんで食べるのって逆に質問しました。あ、でもエビの尻尾の最先端の部分はなんかゴミというかなんか詰まってるから、そこは調理の時に包丁で切るんですよ、落とすんですよ、本当の先っちょの部分。それはなんでかっていうと、はい、その部分落としたら食べれるからやと僕は思うんです。ゴミがついてたら食べられへんでしょ、だから切っときますねっていう作り手の優しさがそこに込められてるので、だから僕は食べないと、うん、やっぱりシェフに失礼やと思うんです。僕やっぱエビフライ食べてるけど絶対シェフの顔思い浮かべますから。いやバカにしてるやろ。違います。あ、そういう方もいるんだなと思って。いやでもだから本当にそうなんですよ私は。だからまあ必ず食べますよ。いや逆にあそこ尻尾がなかったら何が出てきたのってことになるからつけてるだけじゃないですか。あ、なるほど。なんか持ち手みたいな感じ。はい、なんかあのエビフライじゃないですか、うん、あ、もしかしたら中入っても玉ねぎかもしれないじゃないですか。あんな長い玉ねぎあるかね。なんかあるイカかもしれないじゃないですか。でも注文でエビフライ定食って言ったらあ、そっか、エビフライですよ。あ、でもなんかメドレーだったりしたら。メドレーって何なんなんてだ、そういうのメドレーって何それ。なんかあれでしょ、どんどん来るなんか、なんつんだろうな、日替わり定食とか。あ、まあミックス定食な。そうです。日替わり、うん、だから次の日だろ、その日には変わらないわけでしょ。なん、え、いや今そこじゃない、今そこじゃない。だから言うたら、ほらイカフライが入ってて、エビフライが入ってて、カニクリームコロッケが入ってると、で尻尾取ってたらエビか否かが分かんないから、分からない。あ、これもしかしてイカかも。そうです、そうです。思わねえよそれは。あ、そうですか。だいたいエビだよあのフォルムは。あ、ですかね。ポテト、まあ、ポテトポテトの可能性譲らないで、その線でまだ進める。細長いのどんどん言ってるよ、メドレーで言ってる。細長いのもうやめましょう。まあなあ、でもまあなんとなくその目印的な意味合いもあるのかもなって私は思ってました。まあ、確かにそのいわゆるおにぎりの上に、おかかちょっと乗せてあるのと同じ。いやでもめっちゃ振り落ちてるやん俺の今の例え。そこまで。でもそういうことない、はい、エビであることを知らしめるために、はい、そうだ、肩つけてるような、はい、な、はいはい、そうですか。だって痛いですもん食べたら。いや、そんなわけないやろ、ね、下手なエビフライ食うてきたんちゃうか、うん、なるほど。じゃあ今度ちょっといいですか。どうした。あ、連れてっていただいて、美味しいところに。そんな俺エビフライの美味しいとこはまだしも、うん、エビフライの尻尾の美味しいとこまで頑張って探してみるけど。エビがうまかったら尻尾もうまいよ。うまいんだよな。あ、なるほど。う、ね、うん、でもね、おっきいのはちょっと引っかかりが多いから。あ、じゃあちっちゃいの食べてきたってことですか。いや、なんか人を貧乏な子供みたいなやめてそれ。うん、子供4人いるからな。そうやね、今はそれはもうちっちゃいエビしか食わせない。子供に身あげてんだよ。なるほど。てんだよ。俺、あ、なるほど。俺いつも尻尾4つ食ってる。いや、そんなことねえわ。ちゃんと買うよそこはエビを6人分買うとね。あ、すごい。はい、まあということでございましてね、何の話してんのやろ。塩田の話はいつでも聞けるからいいや。はい。うん、面白いね、ありがとうございます。はい、ちょっと投げられたね、今面白いね。いや、エビの尻尾でこんなに話広げられるって素敵や。俺あんま言ってないね。あ、そう、はい、じゃあ、1週間の間に起こった出来事を、ちょっと振り返っていきたいと思います。じゃあ、はい、じゃあお願いします。これ日付も入れますか。あ、日付も入れましょう、うん、はい、4月21日ちょっと待ってください。金曜日、女性問題で経済産業政務官を辞任した自民党の中川俊直衆院議員46歳離婚届を提出。4月22日土曜日、フィギュアスケート
こあこごめんこれ読むとこじゃなかった。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい焦ってたね。4月23日日曜日、将棋の最年少プロ棋士藤井聡太4段各14歳羽生善治3冠各46歳に勝利、羽生さんですね。あやっぱこれそうだった、羽生譲くんがいるからな。そうなんです、すごいそうです羽生さんでした、はい、失礼しました、はい、プロボクシング WBA 世界フライ級タイトルマッチ王者井岡一人括弧28歳判定勝ちで5度目の防衛。4月24日括弧月曜日、フリマアプリメルカリ現行紙幣の出品を禁止、ヤマト運輸宅配便の当日再配達締め切り時間の1時間から1時間20分繰り上げ始まる。4月26日括弧水曜日、東日本大震災の被災者に対する出現のため今村正弘復興省括弧70歳が辞任、うん、以上です。いやドヤ顔なんで読んだったねっていう、うんうんうん、決してドヤ顔に値する読み方ではなかったんですよ正直言うならばね。まあまあまあということでございまして、まあいろいろね出現系とか、まあ、政治家の重婚ウェディングって初めて聞いたね、中川、うん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 、ね、重婚って先生の、うんね、知らなかった、あれあるんだ重婚って、ね、昔なんかそんなに俺知らなかった、関取で誰か重婚騒動みたいなのを起こしてたのがあったんですよ。もうそれも幕内のもうそこそこ行ってる人が、うんうん、もうね小結びぐらいの位置でそういうの一回あったな、なんか、うん、まあちょっとそれとはまた違うけど、でもこの人はだって相当痛いよね。出てきて喋んないんだ、ずるいな、ね、うん、ちょっと行方不明みたいになってるでしょ今、うん、ああそうなんですか、なんか出てこないっつってね、うん、46歳だって同い年、同い年ですよ、しょうがないな、うん、いや40の頃変な人多いね、そんなことないわ、70年生まれくらいの人って、いやいやいやちょっと待ってちょっとね、中川さん変な人分かるよ、うん、で基礎変な人分かるよ、うん、他誰か、いや、ちょ俺変な人ってどういうことやん違うやん、他俺変やん別に70年代ってそんなの、うん、なんかでもこんな人がね議員やっててってもうちょっといたたまれませんけどね。だからこれとだからその今村もいし、まあまあまあ、うん、だからいやね、どう思うのも何もさ、だからそう官僚とかさ、その政務官なんていうのはさ、うん、やっぱり非人間的だからなれるわけでしょ。いや一概にはそれは言えないと思うけど、いや、そうだよ、やっぱ人間味あったらこういう仕事できないんだから、うん、そうだよ、あ、まあ、かなりドライにならなきゃいけないところもね、まあそのうん、内容にもよるだろうけども、うん、まあ、あるとはもちろん思いますけども、だってやっぱ答弁とかああいうほらなんかパーティーとかなんか喋ってって、うん、なんか言っちゃったんでしょこの今村の人さ、あ今村、でもあの人らの仕事ってさ、やっぱもう中身がその人間じゃないから、まあ今村さんに関してはちょっと問題発言が多いやね、うんうん、やっぱりそのいかにその部分を隠して喋るのがあの人らの仕事だよ、要は特にその選挙期間中なんかそこを鉄壁に隠しきって票を集めることに奔走してるわけやわな、うんうんうん、でそれがもう自分が通ったってなったら、まあ任期が4年か6年か分からんけども、うんうん、でもその間はもう完全にちょっとこう何たかが外れてしまう人はおるわけですよね、うん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 、でしかも大臣で先生先生っつって、まあそれはもう国会であろうが区議であろうがいろいろとあると思うけど、うん、まあそういう人はいますよ、うん、本当に仲いい人も僕いるから、 区の人とかだったらね近所で、でもあこの人はなって思う人いますよ正直、ね、うん、いい人もいますけどね、うんうん、今ものすごい興味なさそうな顔をしていたね今ね、いやいやそんなことはないです。本当ですか？はい。はい、一瞬マイクを枕にして寝るんちゃうと思いました本当に、これ寝巻きじゃねえの今日着てんの？違います。あ、違うの？はい。なんこの？これ緑です。いや、色聞いてる。わかるわ。色聞いてねえわ。知ってるよ。緑色知ってるよ。俺そんなバカじゃねえよ。葉緑体の色と一緒だなこれ、うん、そうです、そうです、葉緑体の緑は緑って書くからな。そうなんだ。そうだよな。光合成するもんね。そうだよ。そうだよ、ね、光吸収して栄養つけるんだ、知ってるぞ俺は何かすみちゃんはなんか気になるニュースありました、
気になるニュース。本番前はなんか不倫のね話を偉いしてましたよ ね、 それこそ。だからこの中川さんじゃなくてトータルテンボスの大村君の不倫の話を。そうですね、私トータルテンボスさん大好きで、うん、よくその YouTube で今日のいたずらーってやつ見てて、やってますよね、てれーって見てたんですけど、うん、前日まで見てて、うん、でしかも愛妻家っていうのも知ってて、うん、と思ったらでした。まあね、ちょっとショックですね。そうなの、それはファン的に見て、ファン的にというか、うん、あ、男性ってそうなのかなっていうショックです。今日スタジオ来て最初に確認されたのはその話になって、してませんよねって確認されたんですよいや、おしなべてみんなしてないですから。でもたまにそういうのをする人ももちろんいますけど、うん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 、でも私のこの感じで不倫してたら笑けるで。うーん、不倫してそうに見えるか。いや見えないです、本当に。これは本当です。そう言われるとちょっと傷つくな俺も。あ、そうですか。ええ本当ですか。いや多少なんかこう男感も感じ取ってほしいところもあるけども、へ、全くその辺はないんだよ。オスとしての感じはないんだね。俺をオスとして見たことは一度もないか。今何の話。男として見てよ、はい、さんを、はい、いや男、男性ですよ。だ、いやそりゃそうだよ、こんな女性いたら気持ち悪いわまあだからほらね、大村くんなんか子供もおるし、ね、まあね、家もちゃんとしたの工程、芸人でも活動をしっかりやってるし、なんかでもモテるのはわかるよね。でもね、へー、そうなんですかね。モテそうちゃう。まあ、いやそんなこと言ったらねちょっとバレあれだよね。いやモテ、いや、じゃあぶっちゃけますね、モテそうな感じはちょっとあんまりしないですね。本当に。うん、かすみちゃんが思うモテそうな人って例えばどういう人。いやちょっと、どうなんだろう。今その大村さんってその年齢は40いくつぐらいですよ ね、うん、ね、で、うん、その付き合ってた方は23歳。ああ、なんかファンの子だとかって言ってたんですね。うん、そうですね、うん、で考えると23歳の子が43歳の子に目がいったんだ、あ、43歳って言っちゃった、40代の方に目がいったんだっていうところです。ああ、それってでもよく考えたらそうやな。そう、同年代がこう見るなら分かるんですけど、うん、40の方が40代っていうのはちょっとあるんですけど、まあ、ファンだからそうなのかな。そう、いやそれはそうちゃう、やっぱり。でファン、うーん、難しい、うん、でもやっぱその芸人さんでテレビ出てて人気者でっていう前提やから、40歳の人が魅力的に見えるのは絶対あると思う。それはだからファンがその、ね、好きな、ね、芸人っていうか、そのあれに行くのは全然いいことじゃない。ああ、まあまあそう、理想だよね。まあね、で男としては。ああ、で、そ、芸人が受け止めること自体はどうなのかね。芸人もそのファンの子が芸人好きっていうのはあることやんか、うん、それ人気芸人やったら、うん、でそれに対してそれに応えるということは正義なのか。うん、うん、そうだね。へ、だそんないいことな、いい話ないじゃない。なちょっと前千鳥のノブくん、あ、ノブくんじゃない、大悟くんもありましたよね。なんかあれは否定してますね。否定、あ、それは否定やったんや。完全否定してますね。なんか結構まだ否定してるよね。いや、そんな別に大悟くんの進展皆さん追っかけてない。私だけか。まあね、そうね。だからまあまあ、でも大村くんは反省してるし、でも芸人っていう仕事やから、なんかそれもネタにできれば。藤田くんはものすごいネタにしてたんでしょ、翌日漫才でね。そうですね、フライデー持ってってみたいな。そうなんです、で沖縄でなんかイベントやって、うん、もうもろネタにしてました。ものすごいチェックしてるやん、はい、めっちゃ。いや、ファンだったので、ね、ファンっていうか、うん、ファンだったので。もう違うの、もう嫌になった、ファンだった。え、いや、不倫するような男だとちょっと冷めるんですか、やっぱり。いや、冷めます冷めます、絶対です絶対です。飛びます飛びますみたいな感じなんだそれは。そうですね、なんだそれはだよね、それは。はい、いや、なんかテレビでやってたんですけど、そのなんかその不倫騒動が出る後ぐらいかな、うん、に、あ、なんか番組でその子供とその大村さんが出る番組があったみたいなんですけど、うん、それを急遽取りやめたみたいなんですね。あ、そっか。でもそれは子供のためを思ってやめたって言ってました。やっぱ子供が傷ついちゃうって、なんかそのことをちゃんと大村さんは分かってほしいってタレントさんが言ってて。あ、なるほどね。あ、やっぱ、うん、うん、やっぱそういう気持ちもあるんだから、ちゃんと受け止めてほしいなって勝手に思ってました。あ、まあまあまあ、子供テレビ出すとな、リスクも伴うからな、なんとも言えませんけどね、うん、なるほど、そういうことなんですね、うん、まあでもね、これで清算したんでしょう、きっとね、大村君もね。なんか奥様に許してもらったって言ってました。あ、ね、で親父も女好きで
だから言ってました、なんか、はい、そう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 っていう話ですけどね。やっぱ、まああるんちゃいますかね、うん、しようと時間あんまないですけど、何かありますか、パパッと取り上げるとしたら。何でしょうね、うん、まあ今週はもう今村さんが一番のニュースだと思いますけどね。うんうん、そうですね、うん、うん、あのあれですね、あのヤマト運輸ヤマト運輸ですね。そこ行きますか、この短い時間で。いやだからあの怖いですよ、だからこの人たち、うん、俺だからこの間あのなんだっけ、間接照明通販で買ったんですよ。そうなんや、5000円もするやつ。悪てごめんな、なんで笑うの。南青山から届いたんで。あ、そうなんや、間接照明が。いい間接の照明なんだろうね、きっとね。当たり前です、南青山だもんね。そうだよ、もう行きたいって女の子殺到してるよ。うち間接照明それはでもお前んち行きたいっていうより、その南青山の間接照明に心奪われてるだけやろ。だからそれで誘い文句じゃんか。ああ、まあまあまあええけど。そうだよ、でもだからそれで届くって言ね、配達日指定だったから、うん、届くっつってもやっぱこの大和運輸っていうかね、うんうん、待っててやっぱ怖いんですよ。なんで、え、なんかま再配達にさせたら悪いと思って、あ、なんかえらい気使って待ってたんですよ。あ、そう、うん、俺病院行かなきゃいけないんだけどどうしようと思って、うん、ほら、あ、体調方針であれだったから、うん、で待っててどうしようと思って待ってたら来なかったんです。あらら、え、それ指定じゃなかったってこと。だからあっち忙しいの。いや忙しいですよ、分刻みのスケジュールですよ、うん、だからどうだったんだろう。いや、まあまあまあ、だからあれも難しいよな、6時から8時とかって枠してね、6時かもしれんし8時かもしれん、うん、で何やろ、8時に来られると、あ、ここまでの2時間があってちょっと思ってしまうよ。あ、電話来ないですか。どうだろう、何時に行きますって。私は来ます。あ、本当に、はい、何やろ、その客を選ぶスタンス。俺電話もろたことないですけど。電話かかってくるの。電話来ました、今から行きますわとか、あと何時に行きますのでみたいな。そうなんだ、いろいろあんだね、それもね。再配達にすると電話かかってくるからね。ああ、ね、そうですね、あんまりちゃんと取れないとね。うん、それは確かにそうかもしれないですね。いや、だから本当だから荷物投げられんじゃないかなっていう。いや、あの動画あったじゃないですか、なんか。ああ、まあ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 、まあ、まあね、そうそう、再配達なんでいねえんだよみたいなで怒らせちゃ困るなと思って、まあ、その腹立たしさはな、うん、なんか待ってる時気使ったな、本当に言うてんのにな。まあ、ということでございまして、まあ今週1週間の話題、振り返ってみました。さあ、お知らせなんかありますか、かずみちゃん。お知らせ、うん、ライブとか。そうですね、うん、あの今月、じゃない、来月、うん、あの木曽さんたちとイベントを、再来月かな、6月だね。あ、6月、あ、5月ですよね、5月の末ですね。5月が22日ですかね、うん、月曜日に、はい、うん、アイドルと語らう夜って下北、ね、あ、はい、はい、があります。それ僕 MC で、かずみちゃんも出ます。で、あとはこの番組のイベントも同じ下北沢であると。はい、何日だよ、6月28か9か木曜日です。大学の29です。9日です。さすがつぶちゃん。おお。はい、ということで、まあ、そのあたりもちゃんと時間とか出さなきゃだね。はい。はい、私が出さなきゃだね。私がバンマスみたいなもんですからね。はい。キンキンちゃんと出します。ツイッターの。ありがとうございます。私のツイッターから出します。シュータはとりあえずは。そうですね。鯉のぼりを買います。あ、買うんですね。自分のために。当たり前じゃないですか。そうですか。まだ子供ですから、俺は。そうだよね。はい、うん、いいよね、そう。いい意味で子供の部分残してるもんね。はい、全部チンゲ切ったんですか。いや、かましい、チンゲって言うな。最後の最後で。ほんまやな。まあまあ、ということで、ライブの方があります。あとは、私は、まあ、もうツイッターでいいかな。うん、一個一個言ってもあれなんで、うん。はい。という感じですね。はい。あと、時とあみちゃんとのライブ、5月13。ここも下北沢で、そうです、またぬかめがねっていうやつ。忙しいですね。だからね、ちょこちょことね、あちこち行って、あ、明日僕 V シネバーで人を4人ぐらい殺す仕事。うわー、まあ、リアルじゃないの。いや、リアルじゃないよ。困るよ、リアルって。困るよ、ほんと4人って、また子供の人数と一緒だしね。ピストルで撃つのが2人と、あと素手で殴ってが1人と、あとドスが1人って、俺どんなキャラなってんねん、俺言うて。うん、そのままでいけるじゃん。そのまんまじゃないよ。
違うわ、ほお前めっちゃ練習してんねんか、家で。足立区で職質受けるでしょ。いや、足立区で職質たまに受けるけども、だいたいこの感じですからね。へぇ、この辺の人ら花見見に行くっつって桜見に行くんじゃないんだから。いやいや、消しの花見に行くんだから。いや、やめとけ、誰が大麻の畑やねん、お前。そんな見てんか、酔っ払ってんだからラリってんだかわかんないんだよ。いやいやいや、この辺の、そんな、まあそうな、うん、まあ、ということでございまして、はい、今日皆さん、たくさんお越しいただきましてありがとうございました。かすみちゃんのワンはまた再来週という感じでございますかね。はい、はい、またお会いしましょう。さよなら、皆さんお気をつけて、おやすみなさい。